かし波状攻撃は続きます。マリノス、木村和志、木村和志、ディアス、木村和志だ。どうだ、打てるか、シュートを打った。どうだ、入った、入った。木村和志、木村和志、J リーグ初ゴール。3点目、カモマリノス。芸術的ゴールが生まれました。まさに木村のファンタスティックゴール。3点目です。3対0。ここでフェイントをかけて相手を置き去りにして、このディアスの壁パスですね。で、思っきりここでインフロントかけてるわけですよね。これ木村君しかできないでしょうね。いや、素晴らしいパス、そしてシュート。このパスも素晴らしいパス、そして木村君のシュート。これはすごいですよね。あの木村選手はね、娘さんとシュートしたら、ゴールしたら、あのポーズを約束してるというふうに言ってたんですよ。あ、そうですか。でもちょっとそれは恥ずかしいからできないかなみたいな話をしていたんですが、木村和志の嬉しい J リーグ